ゴム。ゴムは、元来は、植物体を傷つけるなどして得られる、無定形かつ、軟質の高分子物質のことである。現在では、工術の天然ゴムや合成ゴムのような、有機高分子を主成分とする一連の、男性限界が高く、成立の低い材料すなわち、男性ゴムを指すことが多い。漢字では、ゴムと書き、この字は、 ゴム関連の会社名などに使われることが多い。エラストマーの一種であり、エラストマーはゴムと熱化素性エラストマーの二つに分けられる。今日のオランダ語で、英語で、フランス語で、ドイツ語でなどと一群の欧州言語で表記される物質は古代や中世にはアルコールには不要だが、水を含ませると著しく膨潤して、ゲル状になり、種類によってはさらに水を加えると、 粘質のコロイド溶液となる植物由来の物質を指しており、種として多糖類から構成されている。逆に、水には不要だがアルコールには溶ける植物由来の無定型の樹脂はレジンと呼ばれる。こうしたゴムの代表がアラビアゴムであり、また似たものにトラガカントゴムやグアーガムがある。近代の発酵工業によって新たに登場した類似物質としてキサンタンガムが知られる。 これらは食品の粘度を調整したり、増粘多刀類、接着剤、あるいは水彩絵の具の機質として用いられてきた。これらは男性ゴムが一般的となってからは水溶性ゴムと呼ばれている。天然ゴムがクリストファー・コロンブスによって1490年代にヨーロッパ社会に伝えられた。 16世紀になってヨーロッパ人が中南米の文化や自然産物と接触するようになってから彼らが古くから知っていたゴム、ガムに似ているがそれらにはない新しい性質を持った植物由来の物質が知られるようになりまた導入され古くから知られていたゴム、ガムと同じ繁殖物質としてゴム、ガムと呼ばれたこれらは植物体に含まれる乳液 ラテックスを採取し、凝固させることによって得られるものであった。その中の一つは、チクルの幹から得られ、人間の体温程度の温度で軟化するもので、カム、嗜好品として用いられていた。このゴム、ガムに関しては、チュインガムを参照されたい。もう一つ、パラゴムの木の幹から採取されるラテックスを凝固させたものは、高い男性限界と男性率の低さを合わせ持ち、 後世ヨーロッパで産業用の新素材として近代工業に欠かせない素材として受され発展することとなった。そのためパラゴムの木以外の植物からの同様の性質のゴムが探索されまた同様の性質を持つ高分子化合物の化学合成も模索されることとなった。この一群のゴムを男性ゴムと呼びイギリスの科学者ジョゼフ・プリーストリーが 鉛筆の字を擦って消すのに適することを報告したこと、消しゴムの発祥から、英語では擦るものを意味する、ラバーとも呼ばれることとなった。さらに、天然のゴム類似物質として、ガタパーチャ、グッタペルカガール。合成ゴムは、グッドイヤーやダンロップなどにより研究開発が行われ、ゴム工業を発展させた。以下、男性ゴムについて詳述する。 男性ゴムは高弾性材料である。ここで言う、高弾性とは男性限界が大きいことを指す。なお、男性に関する指標には男性限界のほかに男性率等があって、ゴムの場合には男性限界は大きいが弾性率は小さい。つまり、高弾性限界であるが低弾性率である。分子間を共有結合で結合し、三次元も多め構造を 形成する高分子は、ガラス転移温度以上では、ゴム断性という特殊な性質を示す、ゴム状態となる。ゴム断性とは、ゴムのように弾む性質ではなく、一見柔らかく蘇性変形を起こしやすそうに見えるが、元に戻る応力が大きく、変形しにくいといった性質を指し、次のような特徴を持つ。これは、ゴムの断性が、 エントロピー男性と呼ばれる他の個体とは異なる気候で実現しているからである。他の個体ではエネルギー男性という。ゴムの男性は本来規則構造を持たない希少質分子の配列が外部からの力により規則的結晶組織になり、これが元の不規則な配列に戻ろうとする時の力によるもので、熱力学的には応力によるエントロピーの低下。 ギブス自由エネルギーの増加が元に戻ろうとする力による男性である。ゴムは粘弾性を持つ。粘土の測定にはを測るやキャピラリーが用いられる。実用上は他に、大麻耗性、耐寒性、ガラス転移温度、耐熱性、耐光性、耐日光、オゾン、耐油性、溶解パラメーターなどが重視される。ゴムはゴムの木の樹液。 ラテックスによって作られる天然ゴムと人工的に合成される合成ゴムが存在する。天然ゴム NR はゴムの木の樹液に含まれる質、ポリイソプレン CH を主成分とする物質であり、生体内での不可重合で生成したものである。樹液中では水溶液に有機成分が分散したラテックスとして存在し、これを集めて生成し、溶溶乾燥させたものを、 生ゴムという。生ゴムも男性材料として消しゴムなどに使われるが、異様による下流により加強させると広い温度範囲で軟化しにくい男性材料となる。この下流法による男性改良はチャールズ・グッド・イヤーにより1839年に発見された。異様の他に炭素粉末を加えて下流すると特性が非常に改善され、その含有量によって 硬さが変化する。多くの硬質ゴム製品はこの炭素のために黒色をしている。なおイソプレンを科学的に重合させた、ポリイソプレンは合成ゴムの一種であるが、天然ゴムのポリイソプレンとはいくらかの構造的違いがある。まず合成ポリイソプレンでは、現在のところ100%失体を得ることはできず、少量のトランス体が含まれている。また天然ゴムは、 ポリイソプレンの他に微量のタンパク質や脂肪酸を含むが合成ポリイソプレンにはそのような不純ものはない。天然ゴムはほとんどシス型のポリイソプレンからできているがその一方トランス型のポリイソプレンからできているものをガタパーチャまたはグッタペルカという。ガタパーチャは東南アジアに野生する赤鉄化の常緑鉱木グッタペルカの木。 などのラテックスから作られる天然樹脂の一つであり、天然ゴム、カタパーチャ双方とも、ポリーソプレーンからできるが、天然ゴムは高い弾性限界を示し、ぐったっぺるかは示さない。この弾性限界の違いは、機械生態の性質によるものである。すなわち、シス型のポリーソプレーンは、分子差が折れ曲がった構造をとて不規則な形を取りやすく、分子差と分子差の間に、 多くの隙間を生じ分子間力が比較的小さくなるため分子同士の結晶化が起こらず柔らかな性質を持つようになるがそれに対してトランス型のポリンソプレンは分子差が直線構造を取りやすく分子差と分子差の距離が近くなるため分子間力が強く作用し分子間で微結晶化を引き起こし硬い樹脂状の物質となるただしシス型であることは 男性限界の増大の十分条件ではない。ポリーソプレンにおいては即差である、メチル元の影響もあり高い男性限界を持つのは、質型であるが、例えば、クロロプレンゴムはトランス型であるが高い、男性限界を有する。天然ゴムに含まれる微量のタンパク質や脂肪酸は、ポリーソプレン差の末端に結合していると考えられている。このタンパク質は、 アレルゲンとなることがある。合成ゴムにはポリブタジエン系、ニトリル系、クロロプレン系などがある。いずれも不荷重合、または強重合によって得られる。以下にジスによる分類別に示す。天然ゴムの世界の生産量は70%がマレーシア、インドネシア、タイで占められている。日本はインドネシア、タイから輸入している。 企画が次の2種類ある。これらの中で流通量が多いのが RSS3 と TSR20 と言われる等級である。貿易で流通している RSS3 はタイでの未生産。日本国内流通の RSS3 と TSR20 の比は1、2である。RSS3 を上場している取引所は東京商品取引所、上海気候駅所、SGX。 シンガポールエクスチェンジ LTD TSR20 を上場している取引所は SGX シンガポールエクスチェンジ LTD ゴムはすねりこんねり成形下流などの加工工程を経て製造される約75%が自動車用のタイヤ及びチューブに用いられている1997年ゴムは時間とともに性質が変化し亀裂が生じたり硬化 なんかあるいはベトついたりする。これは酸化や分子の切断などが主要因として挙げられ、光や温度、水の存在等によって加速される。使用中だけでなく、貯蔵中にも起こる現象である。これは一般的な劣化現象であり、高分子材料であれば避けられない。ゴムの劣化について特に老化とも呼ぶ。老化を防止するため、ゴム製品には、 各種老化防止剤を使用する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。